な、オーダーフェスタの一人で使える欲しく、まあ、ここも昨年、12月23日に2つの連建地区が国の10連建地区に選定されました。そこで辰野の文化や歴史について学んできました。そしてそのような辰野の魅力をいろいろさまざまなところに発信していけるようになりたいです。昔たちの職員の歴史話しないこんにちは。